こんにちは、CR25 渡辺でございます。今日はですね、アシスタントの森久保くんがカメラの向こう側にいるという形で、はい、ここにいてもらったんだけど、どうしてもここだとね、こう話しちゃうんで、確かに確かに、こう視聴者の方をね、置いてけぼりにしちゃうんじゃないかっていうことで、こう視聴者の方に話しかけるこのスタイルでお届けしたいと思っております。お願いします。今日はまたちょっと僕の話。おお、自分語り、まさきさんの。そうです、CR25 編集長渡辺流インタビューの極意。おお、でもこれ知りたい人多いんじゃないですかね。いや、もともとね、自分がこう自信を持って話せるテーマといえばこれなんだけど、はい、まあ、狭いじゃん、テーマとしては。まあそうですね、万人が興味あるかと言われるとどうかっていう。そう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 、インタビューとかする人そんなにいないから、うん、ただ確かにコメントでリクエストももらってたんで、はいはいはい、まあ、1回話してみようかなと。これだったら本当自分の言葉で話せますし、 CR25 ほどインタビューを突き詰めてるメディアはないんじゃないかと思ってるの。あー、なるほど。なんで僕が代表してその哲学を話したろうと思ってますんで。楽しみです、はい。今日はですね、ポイントを6つほど用意してます。6つ、意外と多い。多いんだけど、絞ってこれね。わかりました。絞ってこれで、ただ難易度別になってまして、はい、レベルがね、1から6まで上がってきます。簡単なところから最後はかなり難易度が高いところまでお話しできればと思ってますんで、それでは早速行ってみましょう。じゃあ1個ずつね、書いていきます、ポイントをね。はい、はいはい、じゃあ1個目のポイントいきますね。で、これレベル1です。こちらね、はい、事前準備をしっかりやりましょう。おお、これね、普通なんだけどもっと深い話なんですよ。事前準備とかどうやるんですかとかよく聞かれるんだけど、うん、まあ、別に特段ね、特別なことはする必要なくて、インタビューしたいテーマに沿って、その人の過去のね、インタビューとか、まあ、本とか SNS とかね、その辺を調べればいい、まあ、だけなんだけど、基本的には、はい、ただ結局事前準備をしっかりやることで自分に余裕が生まれるっていうことなんですよ。なるほど、それが大事なのよ。はいはい、準備不足じゃないかっていう不安があると、それが臨機応変なね、対応をできなくさせてしまうというか。確かに、あんまり準備できてない取材って無駄に緊張して、うん、そう、あんまり頭回らなくなるんですよね。そうなのよ、それがダメで、これもやっぱり自分で準備したね、質問項目とか手元に置いてるわけ。あんま見ないんだけど、もうお守りのようにこれがあればね、なんか立ち戻れるとかっていう、それが自信になって余裕が生まれていいインタビューができるということで、ちゃんと事前準備しとこうっていうのがまず1個目ね。これすっごいわかります、ね、これめっちゃ大事、めっちゃ大事。ただこれレベル1です。はい、はい、じゃあレベル2いきますね。レベル2はこちらですね。はい、成功イメージを持ちましょうと。このインタビューがどういう風に転がっていったら成功かとか、この人のどういう姿を描けたら成功かみたいなものを考えるっていうことですね。これがすごい大事で、例えばこの前中田敦彦さんのインタビューやったんだけど、その時に自分がイメージしていたのはすごいエネルギッシュでパワフルなね、中田さんなんだけど、その中田さんがなんか失敗をしたりとか苦悩した姿っていうのを引き出したいなと。そうすることで、あ、なんかあっちゃんもすごい大変だったんだって身近に感じて、視聴者にね、勇気を与えられるんじゃないかっていうのがあったんで、その苦しさを引き出したいっていうのがイメージなわけや。あー、なるほど。この時に考えるべき、ね、質問っていうか、相手に投げるべき質問っていうのが変わってくるわけよ。はいはいはい、例えば何が大変だったんですか、どんな失敗をしたんですかとかね、具体的にどんなことがあったんですかとかっていうことを聞いていくべきなわけじゃん。あ、なのに例えばオンラインサロンって何がやりがいなんですかねみたいな話をしてしまうと、自分が向かうべきね、ベクトルからちょっとずれた質問になっちゃうわけよ。確かに確かに、やっぱり限られた時間の中で特定の方向性に向けて深く話を掘っていった方が、うん、やっぱこう密度の濃い記事になるんで、イメージを持ってないといろんな質問をなんとなく思考停止で考えちゃうっていうね。あ、それでもめちゃくちゃわかります。特にすごい大御所の芸能人の方が目の前にいると、うん、もう話が途切れるってすごいもう緊張感なんで、うん、とにかく続けよう続けようみたいな感じで、そうでしょ、変な質問をいっぱい投げちゃうんですよね、うん、すごい成功イメージをしっかり持ってないと、うん、トンチンカな方向に進んでっちゃうっていうのは、そうそうそう、めちゃくちゃわかります。だから事前準備で質問考えるときにそこがとっちらかる人は結構多いんだよね。あ、ただ俺はこっちに向かいたいんだって言って、そっちに向かえる質問をとにかくたくさん出していくっていうのが大事、うん、これは2個目。これでもレベル2ですから、結構もう僕これが結構怪しくなってきましたね、はい、そうでしょ、レベル6まであるからね、はい、やばい。じゃあ次行きましょう。楽しみです。はい、次はね、こちらレベル3、はい、相手を巻き込む。お、
これもまたポイントなんですよ。まず前提、相手が取材を受けてくれるってことは、当然相手だっていい取材にしたいわけなんだよね、うんうん、わざわざ時間を取ってどうでもいいね動画とかね記事にしたいわけじゃないと。だから本来そうであるっていう前提を持った上で、いかにこの取材の当事者に相手をできるかっていうのがポイント。例えばね、自分がよくやるのは、この取材っていうのはこうしたいんだっていう、いわさっき言った成功イメージを相手に伝えるわけ、はい、この取材ではこういうねあなたの姿を描きたいんだとか、こういう風な話を聞いて視聴者に有益な学びを届けたいんだみたいなものをどうしたいかを伝えるわけ。言っちゃうんです、ね、期待を伝えるの。なるほど。そうで、そうすることでじゃあ相手もね、なるほどと、そっちに向かえばいいんだという風に思ってくれるわけね。そこをすり合わせるわけですね。そう、なるほどな。要は一緒にこの企画をいいものにしようという当事者側にするわけよ。なるほど。同じベクトルに一緒に向かっていく、ちょっと共犯者というか。そう、それがめっちゃ大事。一つ思うのが、うん、やっぱりインタビューっていうと結構向き合ってやる、うん、でものすごく相手が有名人なので、うん、まあ、こっちも負けないように望む答えをうまく引き出してやろうみたいな、うん、そういう打算的な考えになりがちな気がしてて、うんうん、そうなるとなんかうまくいかないというか、そうだね、お互い心を開き合わない感じがありますね。確かに。そう、自分のマインドとしては引き出してやろうって、まあ、なくはないんだけど、どっちかって言えば相手に楽しんでほしいっていうのが強いね。へえ。だからこうなってる感じじゃなくて、はい、本当に一緒に楽しもうっていう感覚で、そういうイメージで質問も考える。へ、楽しんでもらえるかなこの質問はっていう、はい、なんかそういう感覚を大事にしてます。おー、はい、レベル3でございます。おー、まだ半分、はい、半分です。じゃあここから後半戦です。はい、はい、じゃあレベル4でございます。はい、でこれはもう取材に突入してからの話になってきます。これですね。はい、話を掘り下げる、もしくは広げる。でこれがさ、いわゆるインタビューしてる人一番悩むポイントだと思うのよ。はい、なんかこう単調なやり取り、変な間になっちゃうとかさ、めっちゃありますね。そうで、どうやって話を膨らませればいいのって話に悩むと思うんだよね。はい、もちろんいろんなやり方あるし、すごい臨機応変にやんなきゃいけないんだけど、覚えておくといいやり方は2つほどあるなと思ってます。はい、1つはですね、背景を掘る。背景を掘るやり方。なるほど。これはいわゆる相手の何か発言があった時に、それなんでなんですかとか、なんでそう思うんですかとか、あとはどうやってそれをやるんですかみたいな、まあ、いわゆるその 5W1H 的な形で、相手の発言の理由だったりとか、そういうふうに考えるに至った原体験とかあるんですかみたいな形で、なるほど、背景を掘っていくっていうやり方。確かに僕が苦手なのが、多分この掘り下げるとか広げるっていうところで、うん、すっごいたくさん質問は準備してても、うん、一つの話題が終わったら、うん、次の話題に行こうみたいな感じで、うん、ツル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 話して転がってっちゃうみたいなことがあって、そこなのよ。すごい表面的なインタビューになっちゃうなと。そうそうそう、それを回避するための方法なんですね。そう、例えば前澤さんのインタビューやった時に、はい、まあ、前澤さん経営者としてね、何が強みなんですかご自身のって聞いたら、うん、まあこうこうこうですとか出てきて、でもなんでそういうことができるようになったんですかねとか、どんなそこに原体験があったからそういう能力を手に入れたんですかねってかなり聞いてたのね。はい、しつこくしつこく、やっぱりそこに時間かけていくと、こうかもしれないなとかっていうのが出てくる。読者にも、あ、だからできたんだっていうなんか納得感とかも伝えられるんで、うん、確かに全然変わってくる。そっか。もう一個は具体的に聞く。具体的に聞く、うん、こっちの方が分かりやすいね。こう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 なんです、え、それって具体的にどんなことやったんですかとかね。あ、エピソードを聞くっていう感じなんですね。そう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 、自分が考える優秀な人はこんな人です、え、例えば誰ですかとか、ね、そういう風に具体的に掘っていく。背景を掘っていくっていうのと具体的に掘っていくって、もうちょっとなんかベクトルが逆なんだけど、確かにこの2つの武器持ってると、今やっぱり掘りたいってなった時にその2つで使い分ければいいんで、あ、引き出しとしては使いやすくなるので。これもうちょっと早く教えてほしかったんですよいや言ってなかったっけなんかあんまり知らなかったです。そうだっけ。背景を掘る方だけどさ、俺がよく見てるあのホスト TV っていうねチャンネルがあってそのピンクのバッグかわいいねとか褒めるだけのホストは人気であると。おお。そうじゃなくて、あ、そのピンクのバッグかわいいいいねって、え、なんでピンク好きなの。あ、ここですよ。背景掘ってる。背景掘ってるんですよホストからも学んでるからさらにこのレベル4の中の上級編があって、ほう、なかなかその言
葉が出てこない人がいると、はい、その時はこれね、仮説を当てるっていうのが大事なんですよね。難しいやつですね。これすごい大事で、なんでそうなんですか、うーんってなっちゃうと。その時に例えばなんかこんな感じとかないですかねって、こっちからいわゆるアシストを出すと、うんうん、その時にあ、それありますわ、それって相手がなるのよなりますね。そうなので、やっぱり仮説を当てるっていうのはやっぱ言葉が出てきづらい人にヒントを与えるためにすごく有効だね。引き出す、その答えを出す手助けをするっていう。そうそうそう、なんとかさんの失敗体験ね、教えてくださいとかって言って、失敗体験かみたいな。でも例えばそのなんか人間関係周りとかで失敗とかなかったですか最近とか、ああ、うん、なんかあったなってなるわけじゃん、はい、なので初めに事前準備するときに仮説を持っとくべきだよね、うんうんうん、臨機応変にやるのも必要だけど、やっぱり事前に持っておくべきだと思ってるんで、はいはい、ここは非常に大事です。まとめると、背景を聞く、具体的に聞く、あとは困ったら仮説を当てる、この3つ意識しましょう。これでレベル4か。いや、レベル4か、あと2個ありますよ。うわー、なんかもうほとんど動画ってことを忘れて、ただただ僕が学ぼうとしてます、うん、勉強してください次レベル5いきます。レベル5はこちら、はい、勇気を出して切り込むです。これレベル6だと思ってました。本当予想してた予想してました。レベル5です。で、これね、自分の一人語りの動画でも話しましたけど、やっぱり勇気を出すことで、まあ、特別な存在になれるわけよ、まあ、インタビュアーの中でも、まあ、勇気を出して切り込んでいける人ってあんまいないわけ。そうですね。だから別に特殊な質問じゃなくても、こんなこと聞いていいのかなっていうのをいくら突っ込めるかっていう。ここでもレベル高いのよ、これ。わかります。なかなかすごい人が目の前にいて、周りもずらって囲まれてる中で、こんな質問していいのかなみたいな、そういう時めちゃくちゃあるんですよね。あるんだよ。ただ勇気を出せるコツってのがあるんです。それ知りたいです。これは次回の動画で。次回の動画で。そうそうそう。なんでこれは相手に先にリスペクトを伝えること。リスペクトを伝える、要はね、僕はあなたのことが好きなんですと、尊敬してるんですっていうことを先に伝えるの、はい、インタビューの冒頭で、はいはい、でこれが自分の勇気を出す土台になってくれる。なるほど。僕はあなたのことが好きですねっていうのが伝わってたら、ちょっと切り込んだ質問をしても大丈夫なのよ。あ、なるほど。先に信頼関係を作っちゃう。そういうこと。なるほど。俺のさ、チーム内での立場もそうだけど、みんな多分ね、愛情あるがゆえのいじりなんだろうってまあそれ真偽の方だ。ちょっと本当でも俺はそう思ってるから全く嫌じゃないわけよはいはい、はい、それと同じで、好きということを相手に伝えるってのは非常に大事。それが相手に伝わってるなと思ったら、勇気を出すハードルが下がってくるのよ。愛のあるツッコミ、いじりだと相手は思ってくれるだろうと自分が思えるからね。なるほどな。そう、なのでそういう意味では、その相手との関係値ができてたりとかすると一番やりやすいよね。あ、それは一番いいですね、うん、ただそうじゃない場合は、インタビューのこの冒頭でどれだけ自分が相手のことを尊敬しているかとかね、リスペクトしているかっていうのをバーッと伝えて、うんうん、そっからいわゆるその切り込んでいくゾーンに移る。だから勇気を出すにはコツがあるんです、実は。その手順でやると失敗しないと思います。確かに CR25 の動画とか記事を見て、うん、視聴者の方ってなんでこんな年収いくらですかとかそんな失礼な質問をガンガン聞いて、しかも答えてもらえてるんだろうみたいな、うんうん、思うと思うんですけど、うん、それの秘密がここにあるって感じなので。そうだからね、もしかしたら読者とか視聴者の方はちょっと勘違いしてる可能性がある。あ、なんかいきなりぶっこんでるみたいな。あ、確かに、もうマイクを片手にドンみたいな。そうじゃないのよ。そうですね。信頼関係とか相手に好感を伝えられているという土台の上でやってますから、そこは勘違いしないようにしてください。僕もそうです。じゃあラストいきましょう。はい、これレベル6あるんだよ。レベル6、さっきのでもう最後じゃないんですか。そう思うじゃん、はい、違うんですよ。レベル6、これはね、正直難易度高いです。お、これです。バン、場の空気を作る。これは難しいですよ。これなんです。うわ、俺が必ず意識してるのは、この場の雰囲気、うん、空気を絶対に自分がコントロールする、はい、主導権を渡さないっていうのをめちゃくちゃ意識してて、なんか場の空気に飲まれないっていうことですか。絶対飲まれない。それこそ堀江さんにボコボコにされてても、上に馬乗りになられてパウンド食らってんだけど絶対下から俺が決めてやるんだっていうこの意識なんだけどすごいですね。でも場の空気に飲まれたら、やっぱいいインタビューできないんだよね。それはめちゃくちゃ思います。そう、例えば
えば広告のね案件でお客さんがいますと、はいはいはい、お客さんがいて僕はモデレーターでいますと、うん、で堀江さんが来ますっていう、はい、こういう時まず空気作るためにどうするかっていうと前入りするのでクライアントとすっごい俺雑談するんだよ。めっちゃしてますね。でそこでまず信頼関係とかあこの人に任せようって思わせるためのまずこの空気作りします。そういうことやったんや。でいきなりそこに堀江さん来てピリッとするの怖いんで、はい、俺必ずもう堀江さん到着したエレベーターのとこまで迎えに行くのね。あいつも行ってるわ。必ず行ってるでしょ。であれはそっからこの部屋に入ってくるまでの数十メートルのこのストロークで空気作ろうとしてる。へえ。だからエレベーターから出てきた堀江さんに和むようなことを振るようにしてて、はいはい、例えばねこの前の記事めちゃくちゃ反響ありましたよみたいな、はいはい、話とかめっちゃ言ってる。そう、それをねパッと振ってあそうみたいになるとあ来たってなる、ね、これはいけるってなって鉄板パターンですね。そうで、その和やかな空気を引っ張ってきて堀江さん入ってきました。クライアントもね温まってますからそれでいい感じで始められるっていう。確かに堀江さんがどんな人なんだろうと思ってる中でニコニコしながら入ってくるだけでだいぶ違いますよね。そうでしょ。だから一番初めにその人に会った時に、まあ、どんなテンションでまず入ろうかとかどんな話題から一番初め入ろうかとかっていうのをすごい考えるのね。でそれによってどういう空気感でインタビューができるかっていうのが変わってくるので。なるほどな。これがまあレベル6ですね。最難関。そうで、これがなぜ難しいかっていうと関係値によって変わってくるじゃん。確かに関係値っていうのはそんなにすぐできるもんじゃないでしょ、うん、だから積み重ね積み重ねにより作れるものだったりするからそういう意味でも難しいと思っています。なるほどな、はい、ちょっと質問なんですけど、うん、まさきさんってやっぱり編集長っていうポジションがあるから、うん、結構対等に、うん、だしコミカルにふざけたとしても場が和むってことがあると思うんですけど、うん、例えば僕みたいな若手ってこれがすごく難しいと思うんですよ、うん、そういう時って場の空気作るためにどうしたらいいんですかね。自分が思ってるのは結構そのインタビューはって意外とこうねテンション低めでちょっとこう暗いというかね、うん、方結構多いんで確かにやっぱね快活で元気なだけでインタビューはの上位 10% に入るって思ってるのが俺の持論なんだよね。そう、あとなんか気まずくなった時も気まずくなったってことをあえて口に出しちゃうっていうかね、あーちょっと聞き直していいっすかみたいな、はいはいはい、苦しい時に絶対引いちゃダメなんだよ。あそれめちゃくちゃまさきさんやってますよね、うん、やばいって時に前に出るとか前に出るあえてその失敗をオープンにして場を和ませるとかね、うんうん、そういう意識でいる。聞いたら飲まれるから。なるほどな。前に出たら自分がコントロールできる失敗しててもっていう感覚が大事かなと。結構さっきの勇気を出すに近いですね。近い、繋がってます。なるほど。なので勇気を出して場をコントロールしてください。おー以上、僕がですねインタビューの時に意識している6つのポイントを難易度別にご紹介いたしました。勉強させていただきました、はい、途中でも言ったんだけど自分の中に根底にあるマインドっていうのは相手からねどう引き出してやろうかとかっていうことよりはどう相手に楽しんでもらえるかとか刺激的なインタビューにするかっていうことを考えてるんで、はいはい、まあ、その前提で質問考えるしどういう空気にしようかって考えてるみたいな、まあ、マインドとしてはすごいそれを重視してるっていうのはちょっとお伝えしていこうかなと思います、はい、ちょっと今日の内容は若干専門的な内容なんで、まあ、インタビューとか普段してる人がいればもちろん参考にしていただけたら嬉しいんですけど、でもなんか思ったのが途中で出てきた話を深掘る広げるっていうところとか、うん、結構日常会話にも使えるなと思ってて。なるほど。例えば結構初対面の人だと全然パーソナリティも知らないから、うん、そういう表面的な会話で終わりがちですけど、確かにさっきの背景とか具体的にとか意識するだけでだいぶ変わるなと思いました。確かにね、そういう応用もできるとは思います日常会話に、うん、今ちょっとね森久保がいいアシストをしたんだけど、はい、来週出す動画は仕事のインタビューではなくて、はい、いわゆるプライベートで人の話を聞くというテーマ、はい、めっちゃ知りたい。でこれ俺の中で正直かなり別なんで違いますよ皆さん。レベル5まで一緒とかないですか。いや全然違う。で次週はちょっとその話をねしたいなと思っておりますので楽しみです。楽しみにしていただければと思います。以上です。 CR25 の YouTube チャンネルでは10分で学べて仕事や人生の活力になるようなインタビュー動画をお届けしています。今は情報が簡単に手に入る時代だからこそ実際に行動できる人が強いと思ってます。行動すれば自分の可能性に気づいて視野が広がったり失敗も必ず次につながる資産になります。 CR25 はそういう思いで皆さんが一歩を踏み出すきっかけを提供したいと思っておりますので、自分の仕事や人生もっと楽しみたいという方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。